背景よろしくお願いします。今回は小学校3年生の算数統合と不統合についてお送りします。で、前回ね、なんか数直線っていうこういう線についてね勉強したんだけど、またちょっと話が変わって、今回は統合と不統合、これについて特集していきます。いいね。で、ポイントも含めて1番から13番まであるので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっとね、自信のない子とか不安だなって思う子は一度説明を聞いてもらえたらと思います。いいかな。ほんじゃ早速ね、始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあまずポイントからいくんだけど、今回のタイトルにあるね、統合そして不統合です。誰？何？っていうとこまず覚えよう。いいかな。まず統合です。これは何かっていうと、今までみんながずっと使ってきた和のこと、なんとか和ってね、これが統合って言うんです、こいつのこと。で、不統合2種類あります。右に口が開いたクみたいなマーク、それの反対、こういうマーク、これを不統合をって言うんです。いいね。本当はね、もうちょっと種類があるんだけど、今はこの2種類だけ覚えましょう。いいかな。これが統合、そしてこれが不統合です。いいね。で、今から4番からまず9番まで統合不統合を四角の中に入れていきます。いいかな。で、どういう風にやるかっていうと、これさ、6線と7線ってあるじゃん。みんなさ、これどっちが大きいかってきっとわかるよね。7線の方が大きいじゃんか。なので大きい方に口が開いてください。いいかい。口が開いたこっちが大きいって意味になります。いいね。で、これも同じようにやっていく。こっち側は5線です。で、こっちは4線足す線。これが暗算できる子はね、もちろん暗算しちゃってください。これね、先答え言っちゃうと2つ足すとね、5線になるんだ。いい。ただちょっと足し算がね、なんで5線になるんだろうって思う子がもしいたら、これはですね、線が何個あるかっていうのを考えます。まずこっちからいこう。5線っていうのは、線が何個って、何個集まってるって聞かれた時は、その0の数だけシャッて切るんだったよね。だからこれ線が5個あるんです、こっちは。いい。で、こっちも0を3つこうやって切っちゃう。そうすると4+1、線が4個足す線が1個だから、線が5個になって5000、つまり同じになったでしょ。だから同じ時は和を書くんです。同じって意味になります、これは。いい。で、次、7万2000と8万1000、これが大きいのは、一番ね、左の数字が一番8のが大きいし、今位が同じなんだよね。いくよ。1の位、10の位、100の位、1000の位、1万の位ね、1万の位、一番大きい位が同じで、しかも数字がでかい方が大きくなります。大丈夫かな。で、次、300万、そして900万-700万。もしね、こんな大きい数の引き算知らないよって思う子もいるかもしれないんだけど、これさ、900-700ってみんなできるんだよ。で、900-700だったらみんな200ってできるのね。で、それに万をつけるだけだから、この計算。そうすると300万と200万だから、こっちのが大きいよね。なので左に口が開いてください。いいかな。こういう風に口が開いた方が大きいんだよってことさえ覚えれば大丈夫です。いいね。で、これも同じ、こっちは7万です。いいね。で、こっち5万足す3万で、5万足す3万がさ、これが8万だよねって分かっちゃう子はね、それでいいと思います。いいかな。で、もしね、ちょっと不安な子がいたら、7万ってさ、よいしょ、1万が0の数ばつけて2、3、4、1万が7個あります。で、5万っていうのは1万が5個、3万は1万が3個あるので、1万が5個と3個足して1万が8個だから8万になります。
まあでも大体わかると思うけどね、みんなね、5万足す3万ね。で、こっち8万、こっち7万だから、右の方が大きくなるよね。いいかな。で、9番です。これもしかしたらちょっと引っかかってしまった子がいるかもしれないんだけど、たまに出てくる引っかけ問題です、これ。これね、同じってする子がいるの。これ同じじゃないんだよ。なぜかっていうと、ちょっと見ててね。左側。1、10、100、1000、10万、10万だから、こっち10万ね。いい？で、こっちは、1、10、100、1000、8000+2000なんです。で、これが暗算できる子はね、いいと思うんだけど、8000+2000はね、1万になります。で、もしこれがなんで1万になるんだろうって思う子がいたら、ちょっとこれ見てください。8000っていうのは、1000が8個だよね。で、こっちは2000だから1000が2個。つまり、1000が8たす2で10個になります。で、1000が10個集まると1万なんだよね。もう一回言うよ。1000が10個集まると1万なんです。だから、こっち1万しかない。こっち10万だからね。ってことは絶対に10万の方が多い。つまり、左の方が大きくなるよって。ね、こういう風になります。いいかな？で、ここからね、ちょっと問題が変わります。なので、色をちょっと変えますね。青に。ここに載ってる数字。1、10、100、1000、1万、10万。つまり、38万です、これ。で、どんな数？って聞かれてます。まず1個目、10万。1、10、100、1000、1万。38万って、1万をほにゃらら個集めた数だね。で、このほにゃらら個っていうのは、この0の数だけ、シャッシャって切っちゃえばいい。で、残った38。つまり、38個集めた数なんです。いいかな？これがわかるとね、あとはいけます。いくよ。これ、1万が38個。よく覚えておいてね。いい。38個です。次。これ、1、10、100、1000、1万、10万。30万と、ほにゃららを合わせた数。で、この30万って、1万をね、1、2、3、4個切って、1万が30個しかない。だから、あと足りないのは8個だよね。30個と8個を合わせれば、38個になるでしょ。ってことは、1万を8個書けばいいんだから、8万を合わせた数ってなります。で、もちろんね、この問題ってこんな風にやらなくても分かる子多いんだよ。え、だって30万と8万でしょって分かる子、それはそれでいいからね。一応分からない子のためのやり方としてお願いします。で、次、40万よりほにゃらら小さい数。この40万、またいくよ。1、2、3、4って切って、40個あります。1万が。俺、多すぎじゃねってことで、何個小さくすれば38になるか。これ、48から2個引けば38になるよね。つまり、2個分、1万が2個だから、2万小さくすれば38万になります。いい？で、最後。これね、これ多分きっと入らないかな。15万です。1、2、3、4。これ、1万が15個はある。あ、ギリギリ見えるかな。で、15個と何個合わせればいいか。38個にするためには、38-15。23個足らないんだね。つまり、23個分の1万にしたいから、23って書いて、1万が0、4個だから。0、4個。こうやって付ければ、これで答えになります。いいかな。特にね、この12番。ここが解けない子が多いんでね、ぜひやり方覚えておいてください。いいかな？では、今回は小学校3年生の算数、等号と不等号についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、もう一個続きます、このシリーズ。次はですね、数字を10倍したりね、10で割ったりします。で、あ、10倍じゃない、10倍とか100倍していく問題だ。いいかな？で、10で割る問題も、ちょっと待ってね。あるね。10で割る問題もありますので、そこはね、すっごく簡単なんだよ。やり方覚えちゃうと。なのでね、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。
ありがとうございました。